おまけ動画6感激の感想シリーズ夢でできてるこの世界、はい、今回はですね脚本演出家であり俳優の小島友近さんからお誘いをいただきましてちょっと現地に伺うのが予定的に厳しそうだったので配信を購入させていただきました、えー、拝見したのはリバイバルカラー旗揚げ公演夢でできてるこの世界でーす あたあげ公演ってことは1回目の公演ってことですか元々もとさんがやってるプロートアークトカラーさんの過去に上演した作品の再演をやっているらしいんですね演出が別の人で結構コジさんとは前から知り合いなんですけど 去年2023年11月にハイネコが文学フリマに脚本集出しましてでそちらの方にねご参加くださいまして一緒にできたっていう風になっております主催もやって作もやって演出もやって照明もやってるってことですねそうであと出演もやってる忙しい人だな <laughs> そうすごい多彩な方なんですよあの文学フリマの時には2人でねあの売り子やりながら演劇とはみたいな話をしてましたよ <laughs> で、今回見たお話ですけどもじゃあどういういお話でしたか後で細かい話は多分伝わると思うのでざっくり最初に言うとアンドドロイドが普及している世界の話でで、すね<う>で。そこでアンドロイドによる初の殺人事件っていうのが起きてしまって犯人のアンドロイドを機械として処分するのかそれとも人間として裁いていくのかっていうことを、えー、やっていく話となっております。 観客はね、その国民っていう設定で、裁判的なものを見ていて、投票して、エンディングが3パターンあって、実際、現地でやったやつは、その回によってエンディングが変わるっていう風になっていたそうです。じゃあ、それやってる役者は、やり始めだとエンディングがどれになるか、まだ分からないってことですね。あ、そうそうそう、その投票タイムっていうのがあって、アナウンスで、手元にあるカード、こっち向きが人間としてで、こっち向きが機械として、置いてくださいっていう風に言って、そこで集計してエンディングが変わる。へえ、面白い。 ね、で配信だとこのラストがね全部見れるんですよ<ー>全部のっけなの。配信ならでは、ね、そうすごいねなんかお得感があってしかもねあの配信の案内のメールっていうのを予約した人に早めに送ってくれていてまだ本編は公開じゃないっていうタイミングの時にその準備中にしか見られないスペシャル動画っていうのがあったみたいで。 ちょっとどういうものだったのかすごく気になるんですけどなんかねそこがすごくなんかね配信のお客さんに対して手厚くってね素敵だなっていうふうに思いました、まあ、そもそもさこの国民全員でさ判断してさ投票していきましょうっていう民主主義的な設定がさ、はい、私的には怖いのよもう民主主義ってさ多数決だからその答えが正しいかどうかって関係ないじゃん、うん、いや私が勝手に感じてるだけかもしんないけど <laughs> でねまた配信用の前説っていうのが丁寧に作ってあって そのコラボしている VTuber さんがちゃんと前説をね配信用に撮ってくれていて途中で休憩はありませんので例えば飲み物飲んだりとか休憩取る時は一時停止して行ってくださいみたいなその配信用のちゃんとアナウンスっていうのがあってねあのすごく丁寧だなっていうことを思いました。 あの劇場はいろんな縛りありあますからねそう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 アンドドロイってそもそもも何ですか多分今回は人の形をしているのでアンドロイドっていうのは多分人の形をしたロボットのことを指してるんじゃないかなと思う人の形をしててなおかつ AI を搭載してるものがアンドロイドってことでいい,い,いんですかねうんまあそうだと思う多分ね だからもし将来的にアンドロイドとか、まあ、そういう系のものが普及したらどうなんだろうっていうことをね思考実験しながら <laughs> こう見ることができる作品だなっていうふうに思って、うん、でお芝居の中でもエピソードを織り交ぜながらこっちサイドではこういう事情があってみたいなのを見せてくれるからだからなんか両方のサイドを考えていって最終的には多分自分の意見を考えるっていうふうにはなるんじゃないかなと思う、まあ、実際ねあの今その AI 系の権利っていうことを考え始めてる人っていうのもいるらしいんだよね。 だからちゃんとこの作品でそういうことを考えながら見ていこうってなったら私の場合はねあの皆さんもっと気楽な気持ちで見ていただけたらなっていうふうに思うんですけど私の場合はもうまずなんとなく見ながらこうスマホとかで人権とかについて調べて <laughs> でせっかくだからまあ今日はこの場で私の頭でできる範囲の考えたことっていうのを喋って <laughs> いこうかなと思うんですけど。い いっぱい、ね、考えさせてくれる作品だったんですよ配信で見てよかったんじゃないですか <laughs> な私にとってはあの配信でよかった ただ現地だとやっぱその臨場感を感じながら自分で実際に投票してエンディングっていうだからエンディングでこの今一緒にいる会場の人たちがどっちの人の方が多いのかっていうのをただかんで感じながらエンディングを見れるっていうそういう良さはやっぱりあったりするんでまあ公演自体は終わっちゃってはいるんですけどもしかしたらねまた再演したりするかもしれないからそういう時はぜひ現地でね投票しながら <laughs> 見てほしいなって本当にそう思う作品ではあって。 まあだからその人間として扱う、機械として扱うっていうところでさ、そもそも人間とは何ぞやっていうことを調べたんです、私は。ホ,ホモサピエンスとは何ぞや、うん、人と間って書いて、人間っていうのは、生物学的なものを指すわけではないらしい、うん、人間はもっとなんかこう、文化とかそういうところも含めた理系じゃない考え方なんだよね、人間って。 わかりやすく言うとターザンはホモサピエンスだけの人間じゃないってことです、ね、あ可能性はあるけど喋ってなかったかそこはちょっとわかんないけどアンドロイドに人権を与えるっていうふうにするにはそもそもその人間の定義を広げるかもしくは憲法の方を書き換えるかになるんじゃないかなと思うんだよね、うんうん。ってなると人間と同じ権利を与えなきゃいけないじゃない。うん、そうすると結婚できますみたいな話になってくる。 そうするとさ今でさえ同性愛の人とかっていうのが繁殖できないからっていう理由でちょっとこう否定的な目で見ちゃう人とかいたりするじゃないっていう同じことがアンドロイドに対しても起きるんじゃないかっていうふうに思うんだよね。うん、であとだから私がそこでこれぐらいだったらちょうどよく扱えるんじゃないかみたいなのが未成年者と同じ扱いにするっていうアンドロイドを権利を一部制限する。 でもその代わりに保護者となる人が必要にはなってくるしあとアンドロイドが「勉強したいから学校に行くぜ」って言ったら学校に行かせないといけない働かせずに <laughs> あと未成年と同じってことは、うん、夜10時以降働けないそう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 そ,うそれもね思ったアンドロイドの意味そうアンドロイドに人間の代わりに長い時間働かせるっていうことができなくなっちゃうんだよね未成年だと。 まあそもそもさでもそれ多分人権与えた時点で無理なんだよきっと人間以上に働かせるっていうことはできなくなるじゃん逆に人権与えていいことあるんですかねいやなんかね私はちょっと正直わからんかった作品内で描かれているアンドロイドの心情、うん、だから自分たちが不当な扱いを受けているみたいなそういうのを見ると人の感情として権利っていうものを与えた方がいいっていう風には感じるんだけど単純にこっちのメリット的なことを考えると全くないんだよね多分 まあ、せいぜいアンドロイドが好きな人がアンドロイドと結婚できるとかそういうことですかああそれはそうね確かにでも別に結婚っていう形じゃなくてもねアンドロイド1台買ってでいいんだからあそうだから今の時代だとさもはやそうなるじゃん結婚しなくてもってなっちゃうじゃんただ別に結婚しなくてもっていう考え方がある一方で結婚 結婚する権利があって選ばないのとできないのとだと違うっていうことなんじゃないちゃんと作品中では割と感情があるように描かれている部分もあってでもさそれが本当に人間と同じ状態で感情が動いてるかどうかっていうのは誰にもわからないじゃない数値として出ないからね何、うん、だったら人間でもいるやんそういう人。うん <laughs> <laughs> 絶対こうなんか仕組みが違うんだろうなみたいな人がいるしこれを思ったのはアンドロイドが不老不死っていう設定であってその死ぬっていうリミットがないから絶対にこう死のリミットがある人間と価値観のズレって出てくると思うの。うん だその死の恐怖とかもそうだけどそういうのをこう例えば文学作品に残したりとかっていうことをしてる人がいたりするからアンドロイドには死っていう概念がない以上そういう文化が生まれない可能性があるっていうのはちょっと思ったアンドロイドとかが出る系の作品だと人間に危害を加えないっていう設定をあらかじめしておくみたいなことってよくしてるじゃない、はい、まあそりゃそうよねって思うんだけど <laughs> たださあれ結構抜け道あるんちゃうって思ってて。 危害を加えるっていうのがさ、あまりにも漠然としているから、いや、これは危害ではないですっていう判定になっちゃうものもあるとは思っていて、うん、本編でさ、なんか研究者の女性二人がいて、こう一人が嫉妬して、相手に子供を人質に取ってるからそこから飛び降りろや、みたいなことを言うわけよ。その自分の手を直接下さないっていう形もあったりするじゃん。まあ人間の場合さ、裁判とかで、 運転しててうっかり殺しちゃったとか故意にナイフを持ってグサッと刺して殺しちゃったとかさ殺意に関しての判定っていうのがあるじゃん。うん、だからアンドロイドも多分うっかりやっちゃった場合どうすんのかっていう人間と同じように判断していかないといけないんだろうなっていうふうには思う。そ、まあ、そもそもささ人間の姿与えるとさ 人型だと情が映っちゃうからなんかもっとさ機械っぽい見た目にした方がさみんなもっと非常に扱えるんじゃないってことは思うけどねそうあれなんで人の形にするんですかね一つは多分労働する時にやりやすいんじゃないでも絶対腕2本より4本6本あった方がいいじゃないですかあでもいやいやそれも広い意味で人,人型ようーん まあ人がやる仕事を代わりにやらせようって言うんだからそれは人型になりますわなっていうね車の形とかだったらささっくり <laughs> いけそうだけど <laughs> 人の形してるから殺しやすいはあるんじゃないでも人を殺したアンドロイドを裁くって言った時にその後のこともちゃんと考えていかないといけないじゃない、うん エンディングでちゃんとそこら辺は描かれてはいたと思うんだけど、まあ、例えばさ人間として扱うんだったらアンドロイドが自分自身を整備する方法っていうのを考えていかないといけないじゃん。うん、今までは管理してててるる人ががいい整備する側っていうのが イコール管理しているる側だだったりするんだけどでもさ人権与えるとさ一人の人間になってしまうからじゃあ一人暮らししてとか <laughs>、うん、独立してしまうと自分で全部やんないといけないじゃんきっと能動的に整備をしに行くもそうだし整備するためのお金を得るもそうだけどでそうするとさアンドロイドとしては働かないと整備ができないみたいなまあ、人間と割と似たような働かないとご飯食べれないみたいな感じになるじゃない、うん、ってなると絶対ニートが出てくるよね。 そう作中でも言ってたけど働かかなないいアンドドロイドに意味はあるのかみた飯 <laughs> 村さんがさ一撃必殺さんで共演した市俣さんあ吉あがやってたアンドロイドの役がこんな不当な扱いだったらしばらく働かんわっつってストライキしてやるぜぐらいのことを言ってたら小ジさんがやってたアンドロイドに「いややめとけ」ってアンドロイドのアイデンティティとしては働くことっていうことなんだろうねきっとねあとこれ。 日本の話なのかどうなのかっていうのははっきり言われてはいなくって登場人物も名前が結構洋風なのね、うんうん、だからまあ多分あえてこうイフの世界的な感じで書いてるのかなと思うんだけど、うん、日本でさアンドロイドがそういう人権というか人間として扱われた場合ね、はい、あの日本人ってめちゃくちゃ反発するんじゃないかなと思ってて。 多分日本人って結構違う人種に対する反発心が強めだと思うの周りが海に囲まれていてその大陸の方の国と違ってさこうシームレスにさダーッて突撃ってされることが基本的にはないじゃんだからそこでアンドロイドっていう新しい人種が生まれた時に絶対対立すると思う <laughs> まあでもなんかその作品を見てる感じだとアンドロイドに寄り添う人と反発する人 ってね、結構こう分かれててアンドロイドとの関係値を築くっていうのの過渡期の世界なのかな、まあ、2060年っていう設定だったからそんな先じゃないっすね割と想像しやすいぐらいの未来って感じ後半の展開でさ生きてる人の脳のデータを転送してアンドロイドとして生き延びるみたいなことが行われるわけねまあそっちの方がいいっすからね、うん だからななんんでで作ったっったていうう話になっちゃうんですよね <laughs> あそうそうその人間とアンドロイドがシームレスになっちゃうから、まあ、一応作品中ではその、まあ、デメリットはあるっていう感じかなたださ見た目変わっちゃったらさ本当に中身一緒かどうかわからんくない秘密の質問を設定しておかないとさ違う犯罪が増えそうだよね。 と、まあ、とかっていうことを考えなががらエンンディングをを迎ええたわけです私は、はい、当然自分が何派とかを考えることもできず <laughs> 考えることもでき,ずできず。考えた結果考えられなかったみたいな。いやでもねエンディングまあ3パターンあるってさっき言いましたけどこれどれが一番多かったんだろうね。みんなどっちを選んだんだろうっていうのがすっごく気になった。ちなみに僕は人権与えるな派ですけどね。まあ私も割とそうかな。もううちょいこうなんか ね、はっきりしたメリットというかそういうのがないと危ない感じはするよね与えちゃったものってさ奪えないからなかなかあとねちょっとあの本編と直接は関係ないんですけどコジさんのモノマネシリーズがすっごく面白くって <laughs> 本当に関係ないんですかえー分かんないなんかの伏線だったりするんじゃないんですかなんかいああの一応その動画配信者としてあの動画のプラットフォームでモノマネ動画をあげてる。 見どころはモノマネパートです。え、違います、違います、それは違います。だって、こんだけ喋ってんだよ、私。しかも、これさ、自分で書いたさ、メモをさ、ちょっとだけカットして喋ってるから。<laughs> でもね、あの、できれば十分に収まってほしい。今、何分喋ってんだろうね。下手したら三十分ぐらい。もう喋ってるんですけど <laughs>、うん、できれば十分に収めたいっていう <laughs>。 こちらの配信は3月の24日日曜日まで見られるらしいのでご興味がある方はぜひ公式の X とかそちらの方をチェックしてご覧になってみてください。あ、あれか。購入ページ概要欄に貼っとくか。うん。<laughs> というわけで、えー、今回のおまけ動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 よろしくお願いいたします。